明智城は、美濃国カニ群にあった、日本の城。長山城、または、明智長山城とも呼ばれている。張り出した尾根や谷などの自然地形を生かした、典型的な中世の山城である。光栄元年美濃源氏の流れを組む時より金が、明智と改名してこの城を築き、その後、約200年の間、明智次第大の居城として栄えた。現在の地名で言えば、 岐阜県蟹市世田町山にある。明智城跡は、蟹市指定史跡。時明智次郎家、野森よりが、公営元年美濃国蟹郡明智省庁山に、明智城を築城したと言われる。美濃国諸旧期には、明智城は、蟹郡明智省長三城のことである。明智城は、時見の森光公により五代目にあたるより清の次男、明智次郎頼兼が、公営元年三月、 ミノ国カ軍群明智省庁さんに初めて、明智城を築城し、光秀の代まで居城したとある。工事2年9月19日、稲葉山、城主、斉藤義達の攻撃を受け、明智城代、明智光安は弟光尋と一族の溝、昭左衛門、三宅二部之助、藤田藤次郎、ひ田げ馬池田織部、カニ西衛門、森影八百七十四人を集めて籠城したと。 言う。しかし、吉達軍は3 7 0余の軍勢で二日間に渡り攻撃を行う。三つ安は弟光久と自陣し、最初も落城前に自陣したという。明智軍機には、光秀は明智家再興を託され、明智城から逃れたとある。落城後、この城が再興されることはなかった。なお光秀出生の地とされているが、江那市明智町にも、 明治城市がある。本丸跡や、車、土類などの遺構は、比較的綺麗に残っている。散策路の右手には、縦彫りも見える。かに指定史跡となっており、明智城市散策道が整備され、春から秋にかけては、ハイキングコースとして楽しめる。2020年1月から NHK で、明智光秀を、主人公に据えた大河ドラマ、麒麟が来るが放送されたことを記念し、 同年6月に、本丸後に光秀のブロンズ像が建てられた。上司の北陸にある天竜寺には、明智市歴代の墓所がある。日本一大きな明智光秀の遺灰もあり、旧暦6月には、光秀公御法要が営まれる。ありがとうございます。